せーのパンツァー。ボーおーありがとうございました。は私は本日司会を務めます総の緑子役の伊沢美咲でございます。よろしくお願いします。ますそれでは皆さんから一言ずつご挨拶いただきたいと思います。まずは藤上さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。 本日はご来場ありがとうございます。これから見られるということで、えー、期待に胸を、胸が高鳴っていることだと思います、ね。ネタバレをしないように頑張りながらおしゃべりしていきたいと思います。<laughs> ということで、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、のお父さん、お願いします。 はい、えー、三日役の野田真美子です。皆さん今日は足を運んでくださって本当にありがとうございます。短い時間ですが、どうぞよろしくお願いいたします。続きまして、下地さんお願いします。はい、秋役の下地修脳です。継続4人揃って来られて嬉しいです。今日もよろしくお願いします。続きまして、石神さんお願いします。はい、皆さんこんにちは。 みっこ役の石上美穂です。今すごい急激に緊張しましたが、楽しい時間を一緒に過ごせることを楽しみにしています。よろしくお願いします。続きまして、若山さんお願いします。はい、皆さん、こんにちは。白い魔女こと、う子役の若山しおんです。よろしくお願いします。そして、蝶々さんお願いします。 はい皆さんこんにちはオープニング主題歌担当させていただきましたちょうちょです今日はよろしくお願いいたします前作の第三話の公開が二千二十一年三月だったそうではい、はい、既に 2年半が経過しましたが2021年 <laughs> なんで笑うんだろう <laughs> ヒーツなんですけどね <laughs> はい2年半が経ちまして、うんまあ、舞ちゃんは毎回こう舞台挨拶に登壇してくれてますけどホよ2年半あったら人生変わるよきっと <laughs> 何か変わりました何あえっ、ー、と車に乗るようになりましたいやーすごいほらほらほらはい だからなんだドライブとかもそれで行くんですか、一人で。えーとた,たまーにたまーに<あ>だってほら、車も,あもうこの話はもうどうでもいいからやめましょう<あ>でも本当なん <laughs> か、洗車道につなげるとするならば、うんうん、あのーはい、今まで全然その運転とかもできなかった時と、できるようになってからだと、なんか、それを、そんな難しい、難しいのよ、なんか私の中で運転って。いや、難しいよ。 そう、難しいのに、例えばアンコのマコとかは、すごいこう、ドライビングテクニックをね、見せてくれたりするわけじゃないですか。尊敬、本当に。なるほどね。2年半の間に自分が運転するのってより、そう、より、この戦車をもう操るキャラクターたちのドライビングテクニックに、本当にもう尊敬です。ですよね。さあ、今回は、継続の皆さんが、前回から参加されてた皆さんと、 なんと初ボイスがついたのが初ということでねはいはい陽子、はい、が来てますお世話になってますはい <laughs> あ皆さんはまだ見ていないからあ見てるまあ難しいですね <laughs> 今一番立ち位置難しいよね <laughs> そ,うそうですねまあ3話からその登場はしていたんですけれども声をつけさせていただいたのは陽話が初ということであの。 ままあ緊張しました最初アフレコの時は,本当にはいもうもう飛び込んでいく気持ちがねもうすごいやっぱりすごく歴史のある作品でもありますしすごくすごくやっぱり素敵な作品なのでその中に途中から参加させていただくっていうことのプレッシャーみたいなものもしっかり感じていたと思います。 次第でございます。洋子のキャスト解禁が9月3日だったということで、はい。今年の9月3日だったということです、今年の9月3日でございました。反応とか反響とかどうでした周りの。そうですね。ちょっと私 SNS をやっておらずでして、あのあんまりこう反応し、そう直に受け取るってことはなかったんですけど、なんかちらほら噂で、あの、うん、結構おおってなってくださっていたとお聞きしておりまして。 それがすごい嬉しかったです。はい、ありがとうございます。そして聴取さん、第四話からオープニング主題歌が聴取さんの歌うネバーセグッバイにいましたが、改めて上映を迎えてのお気持ち、あの曲はねもう特に発表されて兄様とかでもすにそうですね歌われていましたが、い、かがですか？あの上映されて、こう私が後半の主題歌を担当するって発表されてから一体何年経ったのでしょうか？そんな。 そんなにいだった2位か,かも発表してましたっけ前にはいもうかなり最初の方に発表されていたのでもう本当にやっとお届けできたという嬉しい気持ちでいっぱいです本当にありがとうございます <laughs> 今回ねあのオープニングアニメーションの方も新しくなっているのでう、はい、もうオープニングアニメーションの時点でみんな見るとこたくさんあるから大変ですよ その前に何かもう、うん、泣く泣く何、うん、かどこを見るとかそういう以前に何、うん、だろうこういろんな思いが溢れてきちゃってキャラクターたちの何か顔見るだけで泣く、うん、あ <laughs> 曲がねまたそうなんですよすでにライブとかで曲聴いてますって方どれぐらいします じゃあここで初めてという方もねどうするみんなバスタオル持ってきたガルパンって不思議なところで涙せに来たりするじゃないですか。来る別になんか感動じゃないんだけどなんだろうねあれか頑張ってる姿が尊いんですよそうね今回もみんなめちゃめちゃ頑張ってるからそう うん、頑張ってるかかららこれはネタバレじゃないやっぱ長い歴史があるとその積み重ねで結構いろんなキャラクターに感情移入したりとか例えば成長が見られたりとか、うん、そういうのってやっっぱいいいなって思いますよね4人の座談会、うん、あのパンフレット用の、ねはい、集まった時もやっぱりそのみんなが頑張る姿そチームを超えてやっぱ頑張る姿にすごい 共感するいいねっていう趣旨の話はなんか4人でもしてたなぁと思って。うんうん、私たちアンコーチームがどうなったかもね、はい、これからなわけでしょ。そうだね。もう何も言えない。も何も言えない。<laughs> 何も言えない。黙ってよ。お休みしないでください。<laughs> でもじゃあ今日はその継続の。 チームの皆さんがせっかくいらっしゃってるのでその、まあ、ネタバレには気をつけつつご自身のキャラクターのなんかこ,うこういういうに演じたんですよとかこういうところポイントなんですなんかあったらちょっと教えていただきたいなと思うんですけどいかがですか能登さんからまず聞いても大丈夫ですかいや今まであ大丈夫でです、はい、あの今までこうミカって結構言うことが哲学的でふわっとしてるじゃないですか。うん、そうですね <laughs> あの継続の皆さんはフィン フィンランドそう、ね、フィンランドですねそうそう、うーん,んぽいうーんぽい感じの印象を受けるミカですけどそうそう <laughs> もうその通りな感じではあると思うんですけどねはいなんかミカってこう、秋とみっ子がいてくれてなんか体調やってるんじゃないかみたいないささかちょっとあの不安もあったりしたんですけど今回はしっかり体調 今回しっかり体調やっててそうですよずっとちゃんと体調やってますよ <laughs> <laughs> 本当ですよいつもかっこいいですから <laughs> 秋に支えられて生きてますからみかっていう感じでそうですねちょっといつもとは違う感じのあのみ、ー、かだったかなと思いますけど <laughs> はいどうですかいそうですね、あのー、いつも秋をやるときに思っているのはそらく時に思っているのはおそらく 見てくださっている皆さんの代弁者というところがあるのかな、というふうに思っていて、まあ、だいたい美香の言うことに対して、ちょっとよくわからないという感じがするんですが、でも、多分、きっと、それで皆さんも合ってると思うんですよね。でも、やっぱり、その、うん、まあ、あの継続高校のチームのこう。信頼関係っていうのは、多分、すごくあるからこそ。そういう、こう、みんなそれぞれ個性が爆発してても。 こう強く戦っていけるんだろうなっていうのはすごくいつも意識してますね、うんうんうん、ありがとうあきちゃんもう <laughs> やっぱり分かり合ってる感すごいですね <laughs> やっぱなんかやっぱ安心感がやっぱりアフレコ現場でもねのとさんがいらっしゃるだけで安心感がありますし今回継続チームはまとまってアフレコができるんですそう,そうなんです、はい なんか前回の3話は3人一緒に初めて揃って収録をすることができてうん、うん、で4話も一緒にいけるのかなどうかなって不安になってたら陽子、はい、も含めて4人全員で一緒に撮れて本当にすごい嬉しかったです。いいいいいないいいな3人揃揃揃っっってててまますす <laughs> あのー、いや 一人で三役やってるのでチーム運っているんですけど今回はさらにねおったの私どう大きいアフレコブースとさ小さいアフレコブースを使ってのなんかその間をつないでっていう形式でやってたと思うんですけどただでさ一人でチームやってるのに私はその独房に一人で放り込まれてなるほどそうなんですよ。 私はねあの生徒会チームの皆さんとあとあずさちゃんと一緒に撮ったんだけどなんで俺によって一人なみたいな感じだったみんなの声はリアルタイムに聞こえてるそうなんですよ聞こえてくるけどブースには誰もいないなみたいなだからこそ寂しいみたいなとこちょっとあるかもしれないですねそうそうそう水島監督からはですねそのままでいてくださいと い本う当うにう、えー、まさにああのすごく嬉しくもある言葉だったんですけれどもそ,のそこまでそのアフレコの日までこうかなああかなみたいなパターン ABCD みたいな <laughs> いろいろ考えてきた中でそのままでいてくださいって言われるとじゃあどれなのかっていう <laughs> ことで,そうです、ね、最初はちょっと掴むまで少しお時間いただいたかなと思います。 他の皆さんいかかがですかですも,も皆さんも劇場で登場してたからうですねあんまりこうやっぱ、うん、ディレクションを細かく受けるというよりかはそうだねみんなで、うん、楽しく試合をするような感じですかね。ここにっていうのはあんまりなかったかもね。あのフィンランド語とかドトさんは出てきましたが<ー>。<laughs> 一番初回の時の、はい、あの打てっていう、はい、非常に時間かかったんですねあそこ。あ、えー、そうなんですね。そうなんですあのやっぱなんか若干違うみたいで。 いいや言語は難しフィンランド語ってねあのっできない、出てこないというで今回はそれも踏まえてちょっと一応準備をしていってその一言が結構一番緊張するかなみたいなでもあるけれど今回はと今回はちょっと皆さんぜひね注目してやこかてやめてやめてやめて聞いてほしいなと。 今週のここがフィンランド語なみたいなありますけど、その、ま、フィンランドのテ,テーマというかモチーフが主張していますけど、はいはい、一応継続高校の皆さんは石川県の金沢校がモデルになってるっていう設定がありましたね。はい、ね、はい。はい、ありましてなんかい,いろいろこう。 今回の舞台挨拶は本当にあのスタッフさんからあまり裏話を聞けないまま望んでいるので、あそうねと悔しいところがあるんですけど、先ほど仕入れたホットなネタを言いたいネタを言いたいってなる。あ、それは言ってお名前の話だったら大丈夫です。ああ、なんか皆さん今回ね三日秋三個陽子って。 めめちゃめちゃゃあの私たち耳なじみのあるお名前をねうん、うん、していますけど、はい、これフィンランドっぽい名前なんですってね。え、え、全然ねう、うん普通に馴染でますよフィンランドの個人名に使われる音ってことですか、ね、らしいです、しかも、えー、男性に付けるタイプのお名前なんですって。うん、えーえー みんななもっとてそうの向こうに行ったら美香君、あき君っていうことなんじゃないですかね。面白い。めちゃめちゃ弱めっぽいですよね。シンプルで覚えやすいなっていう印象でしたけどすごい、こういうネタがいっぱいそうなんですあっちこっちに散らばってて見てるだけでも大変なんですけど見た後にも知ってほしい情報とかねあります。